Demo serifi. コンビニ来たよ。買った。パウンドケーキも買った。いいやん。パノン早く。これどれぐらいやってんの？結構長いな。でも言うて19分よ。エコバッグあげたいって、ほんまにエコバッグ欲しい。確かに。いりませんって。いらないもんね。お金かかるしな。かかるし。省エネよ。省エネ。行くよあ、熱い熱い。あ、来た。なになになに、え、アピールそれ。え、見てた？あ、見てました。あ、そういうこと？インスタライブ見てたって。なんで帰るタイミングだったの？確かに。ずっとアピールしてたから。そう、黒マスク熱い。熱い。あ、閉めてもらった。そうだね。開けてもらった。開けてほしい。すんまへん。ありがとう。すんまへん、すんまへん。どうもどうもどうも。暗い暗い。暗い暗い暗い。ここら辺置いとくか。今日の購入品です。サーモン、トロサーモン巻き、意外と値段見てなかった。400円する。あ、そうだ、そうなんだ。$4ドローズ。4万円なのかな。なるね。コンビニ行っちゃった。コンビニ行ったことないよ。切り時が多かった。確かにカリカリみたいな。カリカリみたいな。こういうので買ったの初めて。いっぱい入ってる。うん、900人夏感じてる。夏感じに出るよ。あー、またすいだな。めっちゃヒアシチューとかめっちゃ夏っぽくなる。うまいな。ヒアシチューが。じゃあ食レポちょっとしたら、うん、切るね、みんな。一個ずつ食レポちょっとしたら。いや、本当に美味しそう。あの辛みすぎて。よいしょ。腹ついてるぜ。みんなも一緒にご飯食べんか。みんなお昼ご飯食べちゃおう。1時半だもんね。これ1個ずつ食レポしたら、うん、みんなとバイバイする。はい、みんなバイバイ。あ、そうそう。みんな元気ですか？元気ばっかりだな、なんか日本人。こんにちは、日本人。あ、おしゃべり。ドルミジの音入ってる。え、これちょんちょんってつけんで。え、わさびはつけないの？わさびはつけないの？いや、もうミジはわさび大嫌いやから。うん、ダメなんだ。食べれないでしょーん。なんかもったいなかったもんね。超美味しいやつなのにさ、わさび入ってて全部出しちゃう。最近、最近寿司大好き。そこまで意識してなかったんだけどな。ロスのお寿司が高級な高品質だったね。うん。
よし。じゃあ。ネギトロをいただきます。召し上がれ。召し上がれ。召し上がれ。うん。もっと見えた味でも美味しいじゃん。うん、これ。いつも気にしてるかな。始めました。うん。美味しいですか？これはサーモン。あ、そうか。ネギトロとマグロか。ネギトロもマグロ。マグロ。トロ。こっちは醤油、醤油残ってる。ちょっとこっちもかけて。最高！サーモンは鮭。食べたら。うん。もうからし好きになったから、ベースが出てます。あ、からし入れるね。で、初めてちょっといただきます。いただきます。まだお腹空いてどうでもいいわ。私がお腹空いてた。どう？食べた？見て。おいしい。おいしい。あ、お米が硬い。飲みにくい。うん、でもなんかそれがいい。スーが左利きちゃうで。右利きですよ。インカメラだからね。うん、うん、うん。大人カメラ、違う？うん。はい。こっちの方が、うん、結構硬くない。びっくりした。なんか美味しい。え？ちょっと！そんなに？うん、硬い。まあ、でも、うん。コンビニだし。うん。まだ柔らかいね。うん。じゃあお寿司美味しかったということで。ネギトロも美味しい。うん。3時からラジオやるから見てね。聞いてね。聞いてね。バイバーイ。